あのこの前の動画でクイズ寿司オネア、美味しそうな寿司食べてね、見事、うん食べた順番を当てられなかったので、いや誰も当てられないから絶対、PS2 を自腹で買うと、はい、いやいやへこむ話じゃなくて、はい、自分で星クラブ買うなんてこんな楽しい話ないんで、一人は経済力とかありますからね。いやいやいや、そんなに罰ゲームでね、けどあれでしょ、それで260飛ばすことができればもういいじゃん。そうそうだけど、もちろんでしょ、これでコンさんと戦うの。いやもちろん、もちろんそのために買うんですから。あーえって言うんですか。今日ね、1打目で260飛ばせて、で、2打目勝負して、もう1打目から差をつけていきますから。うんうんうん、ゴルフは1打目だと思う。リズムを作るのも、やっぱりパー5はね、飛ばしがなきゃいけないんで、うんうん、で、結局この前指導して、シャフトを何本か打ったじゃない。はい、で、もう今日買うんで、はい、最終的にどのシャフトが合ってるかっていうのを、はい、ちょっと決めようと、うん、グラファイトデザイン、グラファイトデザイン、ツアー ID VR6S ですね。いやー、名前がかっこいい、うん、これだって買ったら何年付き合うのこのグラファイト。いやもうこれで一緒に行きますね。しばらく一緒に行きます。うん、まあプッシュアウトだけど、もう飛距離が、あーまあ235か、ヘッドスピード抑えすぎじゃない。42、ちょっと怖いですよ。入ってない。お、上がるな。いや、今のだ、今のいつものショット、うん、今243ヘッド走ってますね、うん、今の今の今ぐらいドルは球が上がらないと。今のいいスピン量が2000台、はい、スピン量がいいなって。大事なんです、大丈夫。このドライブを飛ばす人に棒玉を打てって言われる。何を打て。棒玉を。棒玉、うん、スピンがかかってないような球を、無回転、はい、無回転ボールみたいな。だからスピン量が少ないんです。少ないよね。無回転になると今度落ちちゃうので、劣勢なのか2000ぐらいで、41に上がるんじゃない。これは効率よく取れますか。あー来た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 、投げるんですか。スピン量多いっすね。スピン量だろ。一番課題はスピン量です。スピン量。それを見に来たんじゃねえんだよ。大丈夫です。うん。いい感じじゃないですか。うん、距離出てないです。このぐらいがちょうどいいし、ちょっと。店長、9.5。はい。うん。おお、なんか球が強くなった気がする。やば。どこ打った。今の、いいね、今の。グッド、グッドショット。うん、グッドショットです。9.5 の方がスピン量が上がって、これは当たりの問題なんですか。うん、10.5 の方がスピン量が出そうな気がしますけどね。そうなんです。あの寝てるとスピン量出やすいです。うん、なんですが、サイドスピンが 10.5 の方が起きにくいので、まあ、今の感じで 9.5 の方がかえってスピンが出ちゃう、10.5 の方がスピンが出てないですよね、っていうふうに各スピンはですね。うん、いいと思う。 9.5 で捕まればスピンが下がるはずなので、あ、適正のスピン、うん、これ完璧じゃないですか。2075っていうのは、うん、これです。これです。42なのか、うん、音が違うもんね、やっぱりね。捕まってるボールであればスピン、バックスピンも減るんで、うん、おお、いいね。ストレートボール、すごくいいね。いい、うん、相棒となる TS2、
シャフトもそれでいいのね。うん、ドカンと買いますって言ってインパクトです。せーの、買わせていただきます。ありがとうございます。はい、あとゴルフパートナーの江戸川店さん、すいませんでした。ありがいさんで貸していただきました。今日はあのシダなのに、はい、もう練習みたいになっちゃって。いやもうすごい何球打ち込んだんだって話ですよ、ね。長時間ちょっと店長付き合わせちゃったんで。来週大丈夫です。来週大丈夫。ありがとうございます。じゃあすいませんいただきます。お買い上げ、はい。ありがとうございます。お買い上げ。同じように見えて。それ何やってんの？うん、同じモデルで同じもういや本当全く同じモデルでも、うんうん、個体差じゃ顔の見え方が違う。はいはいはい。5人五人います。はいはい、このなんかねどの子がいいかと。でそうそう。でこれが千夏。千夏。でこれ千秋。千秋。でこれめぐみ。めぐみ、ね。でこれが、で今じゃあ1個目は。はい、これがチナツ。チナツ、うん、どうですか。チナツはちょっと一回、ね、同棲して失敗してるんで。ダメ。はい、これは違います。うん、一生つけるからね。うん、これチヤキですね、うん。一番最近の元カノです。ちょっと性格曲がってんだよな。ちょっと違う。はい。これアヤカ。俺が唯一結婚考えた感じ。どう？いや、これね、整ってるんですよ、こいつ。へぇ、すべてバランスがいい、トータルバランスがいいですね。で今や候補的にはね、あ、めぐみ高校の時に4年ぐらい付き合ったんですけど、いや、この子は、ね、一応親が気に入ってたからな。あ、いいな、見え方がいい。うん、悪くない悪くない。で、これがイエローの元からのさよりこれはないないんだ。わかんない。この2本でちょっと決めようかな。ちょっと千秋の言うてるんですか。気になった結局。どれを選ぶ。本当になんか違うと思って違うって見えてくるんですか。ちょっとちょっとちょっとずつ、はい、どれが一番球を捕まえてくれそうか。そういうことですね。まあ、構えスタートした時に、うん、どれがこう一番まっすぐ、うん、飛んでくれるか。構えた時の安心感大事だね。そうですね。結構俺癖のある方が好きなんですよ。ああそう、うん、やっぱ違う。うん、なんかちょっと違う。違うんだ。これやっぱこれ一番素直なんですよね。ああそう、はい、こことここは結構そのトータルバランス素直な感じで、これがちょっと癖強そうなんですよ、うんうん、だから俺ここはこれ選びます。決めた。あ、そうです。名前は千秋ですね。じゃあこれから千秋を出してもらいますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらをお買い上げ、はい、ありがとうございます。買っちゃった。いやー、店長、これ僕これで勝利します。はい、頑張ります。練習します。相棒が。はい。本当に長い時間、付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた。電池です。はい。ぜひまた、好評でしたら。はい、撮影させてください、はい、今度はささっと撮影して帰りますね。今日はちょっと長すぎ。ちょっと今日は長すぎ、はい、練習動画だ、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。開封の儀。名前なんだっけ。これがめぐみ。チャキチャキ。これチャキです。チャキチャキチャキ。僕の一番最近の元カノの名前チヤキ。別に引きずってるわけじゃない。一番引きずってるわけじゃないけど、一番要は癖が強かった。向いた時のさ、ヘッドのツヤっていいんだよね。かっけえな。うわ、めっちゃ顔映ってる。顔ピカピカですよ、ピカピカ。すんごいね。TS2 TS3 じゃないよ、TS2 TS2 TS3 じゃないよ、TS2